運動量保存則を数式を用いて理解しようということでさっきはニュートンのゆりかごを使って感覚的に理解した今回は数式を用いて理解しようということではいこんな状況 A 君質量 M1 で速さ V1 で右に進んでいる B 君は A 君よりも遅いスピード V2 で質量 M2 で右に進んでいる A 君が後ろからやってきてバーンってぶつかるえ何しとんじゃー <laughs> はい <laughs> そして A 君は B 君と衝突した時 A は B を F の力で押して B は A を F の力で押し返す作用反作用だから向きは逆大きさは等しい F の力その F の力がで時間デルタ t 短い時間加わった本当はこの F の力一定じゃないんですぶつかった時ね一定じゃないですがまあ一定として考えていこうそして衝突後ねっ 衝突後は A 君は左向きの力を受けて左に加速するんでちょっとスピード遅くなってもうたやないか B お前のせいで B 君は A 君から右の力を得て右に加速した結果速度が V2 ダッシュ B 君は俺は早なったで A ありがとうどんな状況かねわ <laughs> かりませんそして運動量保存則っていうのは A 君と B 君が最初に持っていた運動量の和が衝突後に持っていた運動量の和と 等しいイコールでつなげたら OK だ。ということで、それを数式を用いて理解していく。うん。そしてそのために、まず立てていく式が運動量と力積の関係から攻めていくんだね。で、この式は、 えー、特殊な状況でない特殊っていうのは超ミクロな原子レベルの話だったり光のスピードぐらいで進んでいるよっていう特殊な状況でなければ、えー、この運動量と力石の関係古典力学って呼ばれるものは身の回りにおいて十分成立します皆さんの周りにそんな議論します電子と電子がぶつかったら僕がもし光のスピードで地球を走っていて衝突したら あまりないですねはいということでそんな特殊な状況でなければ、えー、この古典力学みんなが習っている力学はちゃんと身の回りのことを説明できますのでさあ、えー、やっていきましょううん。そして運動量と力積の関係、えー、これは運動方程式古典力学です基本的にどんな状況でも成り立つ式と加速度の定義これも定義だからどんな状況でも 成り立つこの2つから運動量と力跡の関係が出てきたんだからこの式はいつでも使えるまあいつでも成り立つ今回の状況でももちろん成り立つという安心して使える式 A 君について。 力積をもらった分、力積を与えられた分、運動量が変化したっていう式だよね。忘れてる人は公式もう一回思い出してね。はい。A 君が力積をもらった。A 君がもらった力積は負の向き。だからマイナスの F デルタ t。運動量の変化は後の運動量引く前の運動量。後引く前をする。A 君の後の運動量がこれ。えー、そして前の運動量が mv。 1> 1 1ですねこれが前の運動量です、うん、ね。ということでこういう式になりますこれ一番。B 君についても式を立てよう。できましたできたはい B 君のもらった力積は正の向き。そして、えー、運動量の変化は、えー M、この後引く前でやったらいい。1番と2番としてそしてここをこいつに代入してあげよう。はい2を1へ代入。するとこんな形の式になる。 ここの部分を右辺にここの部分を左辺に持っていくときれいなこんな形になったこちらは何を表しているかちょっとこっちに持っていくねはいこれは M1V1 たす M2V2 は衝突前の A の運動量と B の運動量の和だよねだから衝突前の運動量の和を表している こちらは m1v1'+m2v2' は衝突後の a と b の運動量の和を表している衝突前と衝突後の運動量の和が等しいイコールで結ばれたこれが運動量保存則が成り立つよねっていうこと次せっかく数式でやったんだから数式をちょっと感覚的に理解してみようこの式に戻るよ力積を a 君が 負の向きにもらった分 A 君の運動量は小さくなったそして力積作用反作用なんだから向きは逆今度は B 君はプラスの力積をもらってその分運動量大きくなっただから A 君は運動量最初ねこう10あったわけよ B 君は5だったわけよはい A 君は10ね。B 君は 5? で、A 君はね、力積マイナス3もらっちゃった結果、7になっちゃったんだよ。これが Before ね。これが After ね。で、B 君はプラス3。必ずこれ作用、反作用逆になるからね。プラス3の力積をもらった結果、運動量8になったわけよ。で、足し算したら、保存してるわけよ。これが、 まあ感覚的な数式からさらに感覚的な運動量保存則が成り立つ理解ということでしたさあどうでしょうか運動量保存則、えー、だいぶ成り立ってきたで成り立ってきたでしょうかって変なねイメージが湧いてきたでしょうかはいということで是非、えー、このでこの理解があると、まあ、便利なことがこの後、えー、難しい問題になってくるとね えこういう理解があった時にああこれ運動量保存則からちょっとあ力積運動量と力積の関係からちょっと攻めようっていう場面が、えー、ハイレベルな問題になってくるとね入試レベルの問題出てくる時もありますんでまあ一応解説しました以上